地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。2014年11月、12月にかけ、川崎市工区の有料老人ホームで入所者3人が相次いでベランダから転落死した、川崎老人ホーム連続転落死事件について見ていきたいと思います。医療系専門学校を2014年3月に卒業した今井隼人は、4月に神奈川県川崎市の老人ホーム、S アミーユ川崎校長の面接を受け、翌月5月から正社員として採用されました。国家資格である救急救命士の資格を持つ彼は期待され、それに応えるように仕事をこなし、周囲から評価を得るようになっていました。今井が勤務するようになって半年が経った11月4日深夜、入所者が4階のベランダから転落死する事故が起きます。亡くなったのは当時87歳の男性 A さんで、第一発見者は今井でした。この時 A さんには不審な外傷などが見当たらなかったため、神奈川県警公所は事故として処理しました。しかしその約1ヶ月後となる12月9日、 A さんが亡くなった後に入居した当時86歳の女性 B さんがまたもや転落死しました。同じ部屋から連続して転落死亡事故が起こったにもかかわらず、この時も公所は事故死と判断して司法解剖も行わず、さらに12月31日の大晦日には、6階に居住する当時96歳の女性 C さんが同じように転落死しました。3人の転落した場所はいずれも施設南西側の裏庭でした。3件の転落死が起きた日、すべてに今井は夜勤で勤務しており、今井はなんで俺の時ばっかりこんなことが起きるんだろう、死神でもついてるのかなと同僚に話していたといいます。2ヶ月の間に同じ施設から3人も転落、そして死亡するという異常事態だが、警察は事件とは考えず捜査も行われませんでした。事件性を疑うようになったのは2015年5月。今井隼人が窃盗の容疑で逮捕されてからでした。3度目の転落死の後、今井が夜勤の日に転落が起きると施設内で噂になり、翌年1月からは今井は夜勤を外されました。それ以降、入所者の転落死はなくなったが、代わりに相次いだのが窃盗事件で、今井は施設内で19件の窃盗を繰り返し、被害総額は200万円を超えていました。その手口は、入所者の留守中にマスターキーで部屋に侵入し、金品を盗むというもので、盗んだ金でコンサートやスポーツ観戦に頻繁に出かけ、高級店の飲食代を気前よく同僚におごっていたようです。そして今井は、70代女性の居室から現金2万5000円の入った財布を盗んだとして逮捕され、同日 S アミーユ川崎校長を懲戒解雇され、9月24日に横浜地検から懲役2年6ヶ月の有罪判決を受けました。窃盗事件の捜査の過程で、ようやく捜査一課は転落が連続して起きていたこと、1件目と3件目の第一発見者が今井だったことに気がつきます。3人が転落したベランダは高さ120センチメートルの手すりが設けられており、3人は介護が必要な身長150センチメートルから160センチメートルほどの高齢者でした。そのため自力で手すりを乗り越えるのは難しく、遺書も発見されていませんでした。こうして捜査が開始されると、2件目の中川さんの転落時、近隣住民から男性と女性が言い争うような声を聞いたという証言が得られました。住民はその時、短い悲鳴のような叫び声の後にドスンと地面に響く音も聞いていました。3人の転落死はいずれも夜間に発生し、その全ての時間帯に勤務していたのは今井だけでした。次第に今井の関与を疑うようになった県警は、2016年1月30日から事情聴取を開始し、当初は事件への関与を一貫して否定していた今井でしたが、2月7日には入所者から頼まれて殺したと供述しました。しかし2月14日、今井は捜査員に気持ちを整理したいと伝え、翌15日の事情聴取で、僕が殺そうと思って殺したのが事実ですと殺害を認める供述を始めました。同居している母親に事件に関与していることを相談し、
警察でちゃんと話すように説得されたのだといい、転落させた経緯については、入所者の言動に腹が立った、むしゃくしゃしていたなどと説明しました。供述によると、その日施設には3人の職員が勤務しており、1人が仮眠を取り、もう1人が巡回を終えて戻ってきたのを確認すると、今井は A さんが寝ている部屋に入りました。その後、A さんを抱きかかえると迷うことなくベランダから放り投げたそうです。それから何事もなかったように仕事に戻ったが、遺体の発見が遅れると見落としたことになり、司会を担当する自分にマイナスになると考え、タイミングを見て第一発見者を装いました。そして、心配するふりをしながら A さんの救命措置を行っていました。取り調べでは、A さんについて、入浴をたびたび拒否されたり、大声で怒鳴られるなど、手のかかる人だった。女性2人については、歩き回って手がかかった。施設内を徘徊するのが嫌だったという趣旨の供述をしていました。精神鑑定の結果、今井隼人被告が自閉スペクトラム症であるとの確定診断が示されましたが、事件当時は正常な心理状態で責任能力があると判断されました。また、断定はできないが知的能力障害が疑われ、知的能力は低い可能性も示されました。2018年1月23日、今井隼人被告の裁判員裁判が横浜地裁で始まると、今井被告は、何もやっていませんと起訴内容を否認し、弁護側は事件性、犯人性を争う、予備的主張として責任能力も争うと無罪を主張しました。一審判決で、横浜地裁は今井被告に求刑通り死刑を言い渡しました。裁判長は、被告人の自白は、捜査員から強要された可能性は低く、信用性は相当高いと事実認定しました。そして、介護職員の立場を利用し、被害者をまるで物でも投げ捨てるかのように転落させたもので、冷酷な犯行だ。極刑はやむを得ないと指摘しています。無罪を主張していた弁護側は、即日控訴した。東京高裁は、今井被告の自白の信用性を認めて原判決を支持し、弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。弁護側は判決を不服として、同月18日付で上告しましたが、2023年5月15日、今井は上告を取り下げたため、死刑が確定しました。